ず、おか、私どももう30年になりますけれども、方も4月5月あこんなはずじゃなかったという方も中にはいらっしゃるかと思います。でもその時にこんなはずじゃなかったとお母様もご一緒になってこうしょぼんとなさってしまいますと、お子さんますます喜んでしまいます。どうぞ私たちも共に成長してまいりたいと思います。いただくこともあるかと思いますが、議長の教えのもと私たちも一生懸命務めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。本当に簡単でございます。そして今日は前回、議長さんご卒業された非公開の会話を、そして、学級園の駅の前の長瀬議員さんも来てください。後でまた一言と思います。先生、お話上手にみんなが聞けたから一つだけ、一つだけちょっと面白いものを見せちゃう。先生初めてやるからうまくいくかどうかわかんないんですけども、ほら風船、この風船の色をみんながおまじないしてくれると変わります。ちょっと膨らましてみますよ。パーンって言うのが嫌な人はお耳当てで伝えてもいいですよ。さっきお耳当てさ、123で膨らまします、じゃあ膨れてきましたね。さあ行きますよ。アブラカタブラってみんなで掛け声かけてください。アブラカタブラ。おー、わー、止まりましたね。さあ今度はいいですか、この青の色がピンポンポンポン。どうも皆さん、おはようございます。先生ね、びっくり仰天した。今ね、そこにいる園長先生と一緒にここで遊んだでしょね。えそうしたらね、みんな一回でね、大きな桜もね、できたしね、それからチューリップの歌もできたしね、びっくりしました。もうずっと前から幼稚園に来てるみたい。もっともっと驚いたことは、ほら誰も泣く人がいないのねえ。明日からもうね、今日みたいにお父さんお母さんに行ってきます、泣かないで幼稚園に来られるかな、大丈夫だと思う人、安心しました。それでね、先生が一日入園で、まあ日本人に一度来たことがあると思うんですけど、その時に赤い信号と青い信号とそれから黄色い信号のお話をしたの覚えてるかな。小豚ちゃんが横断歩道を渡ってね、赤い信号の時に大豚ちゃんが渡っちゃったし、それから黄色い信号の時にいいんだよって中豚ちゃんも渡ろうとして狼さんに怒られたの覚えてるかな。ね、みんなはねお利口さんだから、ちゃんと青い信号になってからじゃなきゃ渡らないのよね。今度ね、幼稚園に来る時に怪我をしないように、ほらここにね、玉川学園の駅の前の駐在所の永瀬さんとおっしゃるのよ。永瀬さんとおっしゃる方がね、今日はね、みんながね、ちゃんとお利口さんね、信号を守ったり、それから、ね、危ないところに飛び出さないようにっていうんでね、今日はね、お話をね、後でちょっとしていただくけれど、ね、本当にね、怪我のないように、2年、3年と元気よくみんなで一緒に遊びましょう。ね、約束してくださいね。はい、それではね、お父様とお母様にちょっとお話をさせてくださいね。お父様お母様、本日は誠におめでとうございます。私どもさっき園長が申しましたように、創立以来31年くらいになりますので、まあ今まで、なんとかこうして、皆さんのご支持を得て、そしてやってこられましたのも本当にご協力の賜物と感謝いたしております。現在卒業生は2222名という
大変な崖を通りますと、こんにちはこんにちはと言って、なかなか目的地に着けたいというのが今のような現状でございますけど、最近はね、やはり少子化の時代でございまして、周りにいろいろこうあちこちの幼稚園にも散ったり、あるいは遠くの方から私どもの方にいらしてくださったり、いろんな状況の変化もございます。状況の変化と申しますが、東京都知事が、青島さんに変わりましたね、なかなかこれも大変な変革期だと思っております。学校というのは東京都にございますと、東京都に所属いたします。ですから、知事さんというのは大変そのいろんなことが影響してまいりますので、これは一つの転機かなというような昨日は感じがいたしました。まあそれなりに頑張って一生懸命やってまいりたいと思います。小さな園で、本当にこんな小さな園でございますが、これだけの多くのご家族のご支持を得まして、今日39名の入園がございました。本当に皆さんのご期待に添えるように頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。簡単でございますが、法人の元凶と、それから、お祝いの言葉を述べさせていただいて終わりにいたしたいと思います。どうもありがとうございました。次はお客様が見えてます。今はどうぞっていう方がいらっしゃってますが、皆さんもうちょっとだけでお話聞きましょうね。どうぞ。そうだね。そしてお友達と仲良くしましょう。そして皆さんが大きくなった時に世界中の人たちとも仲良くできるように、今日からお友達と仲良くする練習をしてください。皆さんのお父様やお母様、そしておじいちゃまやおばあちゃま、それから先生方も一生懸命応援しているから、一生懸命遊んで、ぐんぐん大きくなってください。保護者の皆様方、本日はおめでとうございます。こちらはこのようにとても可愛らしくて家庭的な幼稚園です。私の娘もこの春まで、こちらでお世話になっていたんですけれども、入園してすぐ担任以外の先生方も子どもの名前を覚えて呼びかけてくださいました。そういう中で信頼感が生まれてきたんだと思います。私自身も幼稚園での思い出がたくさんできました。父母で親子ともども楽しめる教育の場というのは幼稚園の時代だけだと思いますので、この貴重な期間をお父様もお母様も楽しんで過ごせていただければいいと思います。本日はおめでとうございました。さあ、みんなおまわりさん知ってるかな。知ってる？お、実はね、おまわりさんの七瀬さんっていう方がね、見えてるんです。さあ、どんなお話してくださるのかな、ちょっと聞いてみましょうね。お願いします。はい、皆さん入園おめでとうございます。はい、あんまりびっくりしないでね、行々しい格好してるけどもね。はい、私はね、そこの駅の隣にある、ね、駐在所で勤務をしております七瀬と申します。ね、これから皆さんね、学校幼稚園の方に通う時は一つ、ああそう、幼稚園だね、幼稚園の方に、うんうん、はい、あのね、幼稚園に通う時は一つ、さっき園長先生やいろんな先生方が言ったみたいに、信号機は守ってね、変な車には近づかないようにしてください。いいですか。はい、あ、父母の皆様、本日はお入園おめでとうございます。私はそこの玉川学園の駅前にあります駅前駐在所で勤務しております永瀬と申します。とにかく玉川学園という町自体の道が狭いんで、お母さん方も子供さんなんかが歩かれる時にはご注意をなさっていると思います。これからも道路の拡張工事と
このちっちゃい子がですね、変な人に誘われたりとか、そういう事案がですね、玉川学園時代では少ないんですけれども、警視庁管内ですと大変多くございますので、一つ外に遊びに出す際はどこに行くのか、で誰と遊ぶのか、そういうのに十分ご注意なさるように一つよろしくお願いいたします。今日はどうもおめでとうございます。それからお兄とお姉さんがいるお友達はもう幼稚園に何回か来たことあるかもしれません。実は今度はみんなのお兄さんお姉さん年長さんっていうんだけれどものお友達がここに来てね、みんなとね一緒にね踊ったかな歌ってくれますね。その準備ができるまで
英語でこれ言える友達。ベイビーラッツ。はい、OK。
I'm a butt rat.